これ結構でかいな。かなりグロテスクだね。大きいんだよねこれ。缶で比較したってほら、こんなに大きい。相当でかいよ。絶対うまい。これ結構卵が落っこっちゃってもったいないわ。できた。これ冷まして食べるものらしいからね。これで多分冷ますと煮汁がまたちょっと染み込んで美味しくなると思うんで、しばらく冷ましておきましょう。これで冷めたのでできました。後からこうやって切るとね、たらこみたいに。よし、じゃあいただいてみましょう。これ結構でかいな。これ綺麗だからこれ食べてみよう。あ、めちゃくちゃうまい。これ何にも臭みがない。プチプチ食感も素晴らしい。しかもこの量、このつぶつぶ食感が、もうこのつぶつぶがしっかりと吸い込んで、これ絶対ハマる。煮汁見てもらうと分かるんだけどね、もうこうやってものすごいこの卵が落っこっちゃうんだよね。だけどこの煮汁を使って大根とかごぼうとかを煮たりするらしいんだよ。絶対うまいよ。だからこぼれてもだからいいんだよ。これはこれで使えばいいんだから。こんなにもったいなー。